中村泰司は、将棋棋士。YouTuber としても活動する。米長邦世永世棋聖門下。棋士番号は261。一般社団法人生徒会活動支援協会の相談役を務める。東京都府中市出身。幼稚園の頃に将棋を覚えた。宮城県仙台市から東京都へ引っ越してきた。小学2年生の頃より八王子将棋クラブに通い、小学4年頃よりプロを意識するようになる。1998年、第23回小学生将棋名人戦で4年生で、ベスト8。2000年、第25回の同大会では6年生で、決勝進出するも5年生のと、清龍馬に敗れ準優勝。同年、奨励会試験に合格し、入会する。2006年春に、プロ入り。その時のインタビューで、自分の棋風について問われると、無理攻めですと、笑顔で答えた。第40期新人王戦で、決勝3番勝負に進出。広瀬章人との早稲田大学在学生対決となったが、2連敗で敗退。第23期竜王戦で6組優勝。渡辺明竜王への挑戦権を争う、本戦トーナメントでは、初戦で、戸辺誠に敗れる。2011年度、勝率 0.8511 を記録し、第39回将棋大賞の勝率1位賞を受賞。勝率8割5分以上は、中原誠が1967年に記録した 0.8545 以来史上2人目で、史上2位の高率。なお、7敗のうち2敗は、新人王戦で、奨励会三段者に敗れたものである。また、同年度の、第70期順位戦 C 級2組では10戦全勝で C 級1組へ昇級。この期の C 級1組への昇級者は中村を含む3名がすべて10戦全勝であり、史上初。第83期棋聖戦では森内俊之名人や佐藤康光王将のタイトル保持者等を破り、挑戦者決定戦で深浦康市に勝利して、自身初のタイトル挑戦を決め、同時に六段へ昇段した。番勝負では、羽生善治に3連敗で、タイトル獲得ならず。第60期王座戦でも挑戦者決定戦まで、勝ち上がるが、羽生に敗れた。さらに、第61期王座戦でも2期連続で挑戦者、決定戦まで進み、郷田正隆に、勝利、再び羽生への挑戦を決める。番勝負では、第3局までで2勝1敗と、初タイトル獲得に王手をかけたが、その後に連敗し、タイトル獲得はならなかった。第74期順位戦 C 級1組では、9勝1敗1位の成績で B 級2組への昇級を決めた。2017年には、第65期王座戦挑戦者決定戦で、青島未来五段に勝利、自身3回目となる。羽生王座への挑戦者に決定した。5番勝負は10月11日の第4局で中村の3勝1敗で決着し、中村は初タイトルとなる王座を獲得した。同日付でタイトル1期獲得により7段に昇段。2018年は第66期王座戦にて、斎藤慎太郎の挑戦を受け、中村の2勝3敗でタイトルを失冠した。一方、第68期王将戦と第60期王位戦では予選を勝ち抜き挑戦者決定リーグに進出。王将戦のリーグ戦は1勝5敗に終わり、王位戦、リーグ白組では3勝2敗と勝ち越すも、リーグ陥落となった。プロデビュー当時は、フリー飛車党だったが、2007年頃から棋風を改造し、巨飛車党に転向した。角換わりや横歩取りを得意とする。登場回数4回獲得1回、ラジオドラマテレビドラマ。ありがとうございます。